この記事では、ハイチの歴史について解説する。チーフダムズ・オブ・ヒスパニオラ紀元前4000年から1000年までの間に、インディアンのアラワク人が、南アメリカ大陸のギアナ地方から移住してきた。タイの人は島を、アイティ、ボイオ、キスケージャと呼び、島は5つの貸子受けの指導する、部族集団に分かれていた。ヨーロッパ人の征服によりアラワク人は消え去った。 征服時にいたインディアンの数は、イスパニョーラ島のすべてを合わせると、およそ100万人から300万人ほどだろうと推測されている。1492年にクリストファー・コロンブスがイスパニョーラ島を発見した時、この島にはアラワク人が住んでいたが、それから四半世紀のうちにスペインの入植者によって絶滅させられた。金庫山が発見され、 インディアンのカリブ人が奴隷として使役され、薬病と過酷な労働で次々と死んでいった。その後、スペインは主に西アフリカの黒人奴隷を使って主に島の東部を中心に植民地、サントドミンゴ総督領の経営をした。島の西部をフランスが1659年以降徐々に占領していったが、衰退の一途をたどるスペインにはそれを追い払う余力はなく、 1697年のライスワイク条約で島の西側3分の1はフランス領とされた。この部分が現在のハイチの国土となる。フランスはここをフランス領三度まとした。この植民地はアフリカの奴隷海岸から連行した多くの黒人奴隷を国士し、主に林業と砂糖キビやコーヒーの栽培によって巨万の富を生み出した。 1789年から、フランス本国では、革命が勃発し、サンドマの黒人奴隷とムラートたちはその方を受けた、ブードゥーの司祭デューキ・ブークマンに引きられ、1791年に放棄した。トゥーサン、ルーベルチュール、ジャンジャック・デ・サリーヌ、アンリ・クリストフラに引きられた、黒人反乱軍は、白人の地主を処刑した後、フランスに宣戦線布告したイギリスとスペインが、 この地を占領するため派遣した軍を撃退し、サンドマ全土を掌握した。ルーベルチュールは1801年に自らを終身総督とするサンドマの自治憲法を交付し、優れた戦略と現実的な政策により、戦乱によって疲弊した配置を立て直そうとしたが、奴隷制の復活を掲げたナポレオンが本国から派遣したシャルル・ルクレールの軍によって1802年に、 反乱は自圧され、指導者ルーベルチュールは逮捕され、フランスで極死した。ところが、新たな指導者デサリーヌの下で再放棄した反乱軍は、イギリスの支援を受けて、1803年にフランス軍をサンドマ領内から駆逐した。そして、1804年1月1日に独立を宣言し、配置革命が成功した。 デサリーヌは国名を先住民族タイの人由来の名であったハイチに変更し、ナポレオンに習って皇帝として即位し、数世紀にわたる蛮行への報復と、黒人の国であるハイチが再び奴隷制に戻ることへの脅威から残った白人を処刑し、皇帝はハイチを黒人国家であると宣言し、白人が資産や土地を所有することを禁じた。 デサリーヌは1805年に憲法を制定したが、北部のアンリ・クリストフと南部のアレクサンドル・ペションらの勢力に圧迫され、1806年に暗殺された。デサリーヌは、ハイチ建国の父として、後の世まで敬愛されている。南部の支配者にして、初代大統領アレクサンドル・ペション。ベネズエラの奴隷制廃止を条件に、亡命してきた解放者。 シモン・ボリーバルを物心ともに支援した。ボリーバルはハイチを拠点にベネズエラを解放し、1819年に直例でベネズエラの部分的奴隷制廃止を宣言した。この後、クリストフによって世界で初の黒人による共和国かつラテンアメリカ最初の独立国が誕生し、南北アメリカ大陸の他の植民地の黒人たちや独立主義者、 そしてアメリカ合衆国の黒人奴隷たちを刺激した。しかし、北部のハイチ国と南部のハイチ共和国との南北共和国に分かれて争い、南部の共和国の事実上の支配者ペションは農地改革でプランテーションを解体し、独立闘争の兵士たちに土地を分け与えた。その結果、たくさんの商能が出現した。この時期に南アメリカの解放者、 シモン・ボリーバルがペッションの下に亡命している。一方、中部のハイチ王国で、クリストフが王政を宣言、圧政を敷いた。住民を国使して豪華な宮殿や城塞を建設させるなどの波乱があったが、1820年、クリストフの自殺に伴い南部のペッションの後継者、大統領ジャンピエール・ボワイエがハイチを再統一した。1821年、 イスパニョーラ島の東3分の2を支配していたスペイン人のクレオジョたちがスペイン人ハイチ共和国の独立を宣言しコロンビア共和国への編入を求めて内戦に陥ると1822年1月ハイチは軍を進めてこれを併合し全島に独裁体制を築いたこの時期ボアイエはフランス艦隊から圧迫を受け独立時に フランス系植民者たちから接収した農園や奴隷などに対する莫大な賠償金を請求された。ハイチの独立後、独立を承認する国家は存在せず、シモンボリーバルが全イスパノアメリカ諸国の連合と同盟を基として1826年に開催したパナマ議会では、ハイチの承認が議題として取り上げられたが、パナマ議会が大失敗に終わったため、 大コロンビアとイスパのアメリカ諸国によるハイチの承認はなされなかった。結局ハイチはフランスからの独立の承認を得る代償として賠償金の支払いに応じた。この賠償金は長年借金としてハイチを苦しめることとなった。政府は奴隷制を復活させるなどしたが経済は緊急した。1843年ボアイの独裁に対しシャル,ルリビーコールエラールが 放棄し、ボアイエを亡命させる。しかし奴隷制に対する農民反乱や軍人の反乱が続く、無政府状態に陥り、1844年にフランスへの賠償金のための重税に苦しんでいた東部のスペイン系住民が再度ドミニカ共和国としての独立を宣言し、これに敗北して東部を手放すなど内政混乱が続いた。この状況を収集したのは、 元国人奴隷で1791年の反乱にも参加した将軍フォースタンイコールエリス・ルークであり、大統領に就任したが後に訂正を宣言し、ファーブル・ジェフラール将軍の放棄で打倒される1859年まで皇帝フォースタンに一世として君臨し、国内に秘密警察の監視網を張り巡らせて圧政を敷き、隣国ドミニカへの侵入を繰り返した。 スールークを追放したジェフラールは、共和制を復活させたが、フランスに対する巨額の賠償金による経済の崩壊、小坂みのたちの没落、列強の圧迫、相次ぐ大統領の交代や内戦、国家分裂で配置は混乱し続けた。しかし、この時期、憲法は、より良く機能するよう何度も改正され、後の安定の時期を用意した。1870年代末以降、 まだ国家分裂や反乱は続いたが、ハイチは近代化への道を歩み始め佐藤貿易などで、経済が発展し始めた。しかし、フランスへの賠償金は関西せず、近代化のための借金も膨らみ、ハイチの財政を圧迫した。また、ドイツによる干渉と、ハイチ占領、植民地化の試みも繰り返されたため、カリブを裏庭と見なすアメリカの警戒を呼び、1915年、 アメリカは、債務返済を口実に、海兵隊を上陸させハイチを占領。シャルル・マーニュペラルト将軍などが海兵隊と戦ったが、敗れ、数十万人のハイチ人が、キューバやドミニカ共和国に亡命した。アメリカ軍は1934年まで軍勢を続け、この間、合衆国をモデルにした憲法の導入、分裂を繰り返さないための権力と産業の首都への集中、 軍隊の訓練などを行ったが、これは現在に続く地方の衰退や、後に軍事独裁を敷く軍部の強化といった負の側面も残した。また、ハイチの対外財政は1947年までアメリカが管理し続けた。1934年には、世界恐慌の影響や、ニカラグアでのサンディの軍への苦戦などもあって、ルーズベルト合衆国大統領の 前輪外交政策により、ハイチからも海兵隊が撤退することになった。アメリカ占領以降、数人の村後の大統領が共和制の下で交代したが経済苦境は続き、1946年にはクーデターが起こりでマルセエスティメが久々の黒人大統領となった。社会保障や労働政策の改善、多数派黒人の政治的自由の拡大など様々な、 進歩的な改革を行おうとした。また国際協力の重要性、観光の振興、配置文化の専用などを目的に、1949年から1950年にかけてポルト・オ・プランス万国博覧会を拒否を投じて開催している。黒人側に立った改革がムラートと黒人との対立など国内混乱を招き、万博の巨額の費用はスキャンダルとなった。 1950年にエスティメが憲法を改正して再戦を図ろうとしたためムラートソ装や黒人エリートらがクーデターを起こし黒人エリート軍人のポールマグロワールによる軍事政権が誕生した彼の時代経済はコーヒーやアメリカからの観光などの景気で一時拡挙を停止したがまたも再戦を図ろうとしたことをきっかけに全土でゼネラルストライキが起こり 混乱する中1956年末に彼はクーデターで打倒された。デュバリエフ氏政権下の配置国旗1957年、クーデターで誕生した軍事独裁政権下で民政移管と大統領選出をめぐりゼネストやクーデターが繰り返され政治は混乱したが、9月に行われた総選挙をきっかけに黒人多数派を代表する意思で、 ポピュリスト政治家のフランソワ・デュバリエが大統領に就任した。彼は福祉に長年関わり保険関係の閣僚も歴任し、当初はパパドクと親しまれた。デュバリエ不死翌1958年から、デュバリエは突然独裁者に転じ、国家財政などを私物化し、ウーリュ教を個人崇拝に利用して、自らを神格化することで当時、北半球最悪と呼ばれた。 独裁体制を誕生させた。デュバリエは、戒厳令を敷いて、言論や反対派を弾圧。秘密警察トントン、マクウトを発足させ多くの国民を逮捕、拷問、殺害した。1971年に、デュバリエは死亡し、息子の19歳のジャンクロード・デュバリエが、世界最年少の大統領に就いた。財政破綻による軍事クーデターで、 デュバリエ家が追われる1986年までの長期にわたり、トントンマクウトの暗躍する暗黒時代が続いた。同時期の政権内部は腐敗が続いた。1976年のアメリカ合衆国議会、上会院合同経済委員会では、ハイチへ進出したアメリカ企業の社長が賄賂を要求された様子を証言。政府関係者への賄賂を断ると社長が乗っていた。 車に黒ずくめの男が突然乗り込み、大統領官邸から来たと名乗った上で、ハイチの軍人、警察の遺族年金に拠出を求めてきたという、ビル・クリントン・米大統領と握手する、アリスティド大統領、ルネガルシア・プレバル大統領。1987年に新憲法が制定され、民主的選挙によって選出された左派のアリスティドが1991年に、大統領に就任。 しかし、同年9月のラウルセドラ将軍による軍事クーデターにより、アリスティドは亡命。アリスティド支持派は、ハイチの進歩と発展のための戦線により多数、殺害された。軍事政権は、国連及びアメリカ合衆国の働きかけ、経済制裁などの圧力、さらに軍事行動を受けた結果、政権を返上。セドラ将軍はケアし、 アリスティドは1994年に大統領に復帰した。1996年、アリスティド派のルネガルシア・プレバルが新大統領になり、2001年には再びアリスティドが大統領となった。2004年2月5日、ハイチ解放再建革命戦線が北部の町ナ内部で放棄し、武力衝突が発生した。1994年以降に、 国軍の解体が進められていたこともあり、反政府武装勢力に対し政府側は、武力で十分な抵抗することはできなかった。2月29日、アリスティド大統領は辞任して、隣国ドミニカへ出国し、中央アフリカ共和国に亡命、同国において、フランス軍の保護下に入った。アレクサンドル最高裁長官が百八十七年の憲法の規定に従って、 暫定大統領になった。三者評議会は直ちに県人会議を立ち上げ、長く国連事務局にあったラトルチを首相に指名、組閣が行われた。一連の動きに対し国連は臨時大統領、アレクサンドルの要請に基づき、多国籍暫定軍の現地展開を承認し、3月1日には主力のアメリカ軍がハイチに上陸した。4月20日には、 アンポリ決議1542号が採択され、MIF の皇族として、ブラジル陸軍を主力とする国際連合配置安定化ミッションを設立、治安回復などを図ることとなった。2006年2月に大統領選挙が行われ、再びアリスティド派のルネガルシア・プレバルが51%の得票率で当選し、5月に大統領に就任した。 ハイチ大地震2010年にマグニチュード7.0の大地震が発生し、ポルトープランスを中心に甚大な被害が生じた。地震の規模の大きさやハイチの正常を不安定に、起因する社会基盤の脆弱さが、相いまち死者が31万6千人ほどに及ぶなど、単一の地震災害としては2004年のスマトラ島、沖地震に匹敵する現代空前の大規模なものとなった。 さらに、追い打ちをかけるようにこれらが大流行し、多数の死者が出た。地震を機にミニスタの陣容は増強され、2011年時点も活動中である。2010年11月には、プレバルの公認を決める大統領選挙が実施されたが、選挙にまつわる不正疑惑から暴動が発生。翌年3月に、ようやく決選投票が実施された。決選投票の結果、 ポピュラーカシュ出身のミシェル・マテリが大統領に選出された。民選大統領の後継を同じく民選大統領が務めるのはハイチの歴史上初めてのことである。2017年10月に国際連合ハイチ安定コミッションを終了し、アリスティド追放以来駐留していた国連平和維持軍が撤退。これにより治安が再び悪化。 首都ポルトープランスでもギャングが徘徊し、民家に押し入って乱暴し、たまりかねた市民が区役所の中庭などに避難する事態となった。ギャングたちは市内で我が物顔に行動しており、公式には否定されているものの、政権及び反政権の政治家との癒着が噂されている。2020年にはギャングによる誘拐事件が日常茶飯事となり、国連の発表では、 前年比3倍に当たる234件が発生。しかしポルト・プランスに拠点を置く人権保護団体の見解によれば、実数は796件に及ぶ。2021年7月7日、ジョブネル・モイーズ大統領が自宅で、正体不明の奇襲部隊に暗殺された。全権を掌握したジョゼフ・ザンテイ首相が同日、声明で明らかにした。事件を受け、全土に、 戒厳令が宣言された。2021年8月14日、大統領暗殺で混乱が続く中、マグニチュード7.2の大地震が発生し、1200人以上が死亡する被害をもたらした。ありがとうございます。